教連は1935年に公開されたアメリカ合衆国のホラー映画。モーリス・ルナールの小説、オルラックの手が原作。ドイツ出身の撮影監督カールフロイントがメガホンを取った。主演は同じくドイツ出身のピーター・ローレ。他にフランセス・ドレーク・コリン・クライブが出ている。舞台はパリ。 鉄道事故で両手を失ったピアニストのオルラックに天才外科医、ゴーゴル博士が死刑囚の手を移植する。その日から、オルラックは殺人衝動に悩まされる。一方、ゴーゴル博士はオルラックの妻で女優のイボンヌに強連する。そして、ついに恐れていた殺人事件が起きる。同じ原作の映画化、芸術と手術はオルラックが主人公だったが、本作は外科医を 主人公にしている。本作は、カール・フロイントの最後の監督作であり、ピーター・ローレのアメリカ映画デビュー作である。ローレの演技は批評家から絶賛されたが、工業的には失敗した。映画批評家、ポーリン・ケールは、映画としては満足できるものではないが、市民権への影響を指摘している。撮影監督、クレッグ・トーランドは両作品でカメラを回している。しかし近年は、 作品の評価も高まり、カルト映画の古典とされている。2014年に、ブロードウェイからリリースされた DVD のタイトルは、狂連、マジンゴーゴル博士。ローレは、本作より先にコロンビア・ピクチャーズ、クライムパニッシュメントのラスコー・リンニコフ役で、アメリカ映画主演デビューをするはずだった。しかし、公開が遅れたため本作品がデビューとなった。イボンル役のフランセス・ドレイクは、 バージニア・ブルースの代役。ドレークはイボンヌに似せた、老人形も演じた。コリンクライブは、ワーナーブラザースからのレンタル。MGM に、ルナールの、オールラックの手の企画を提案したのは、フローレンス・クルージョーンズ。ガイエンドールが、カール・フロインと共に草案を練った。プロデューサーのジョン・ W ・コンシダイン・ジュニアはセリフを呼び、撮影台本を、PJ ・ウルフソンに依頼。 1935年4月24日、ジョン・ウェル・ボルダーストーンがそれをブラッシュアップ。ボルダーストーンは M のローレを念頭に置いてセリフを執筆。クランクインしてからも3週間かけてリライトを続けた。クランクインは1935年5月6日。撮影監督はチェスター・エライアンズだったが、フロインとはグレッグ・トーランドを押し8日間の追加撮影の名目で、 トーランドを起用する。女優のドレークは、フロインとトーランド、そしてコンシュダインの間で苦労したと回想している。フロインとは、撮影監督も兼任したかった。さらに、誰が監督なのかわからなかった。身を言うと、プロデューサーは、監督をやりたがっていた、演出のことなんか全くわかっていないのに、タイトルについても迷走した。 1935年5月22日の段階で MGM はオルラックの手と発表した。他にパリの狂った石というのもあったが結局元々のタイトルだった強連に落ち着いた。予定より1週間オーバーして1935年6月8日につまみ漁。初公開後 MGM は15分ほど短縮。削られたシーンは殺人犯。 泥の手を切断するシーン。フランケンシュタインで使われた本編前の全工場。そしてイザベル・ジュエル演じるマリアンヌのシーンすべて。アメリカでの風切りは1935年7月12日。イギリスではハンズ・オブ・オーロックというタイトルで1935年8月2日に公開された。前衛映像等級審査機構のエドワード・ショートは上映禁止の意向を表明した。 批評はもっぱらローレの演技に集中した。ローレは本当の恐怖の造形を成し遂げた。文句なしのはまり役。作家のグレアム・グリーンはローレの演技を納得とし、チャールズ・チャップリンも素晴らしい俳優と評価した。しかし、それ以外の俳優については不評だった。テッド・ヒーリーは素晴らしいコメディアンだが出る映画を間違えた。ずっとイライラしている。 作品としての評価はというと、重要な作品でもないし注目する作品でもない。アート作品と商業作品の中間、徹底して怖い。せいぜい、スーパーボリス・カーロフのメロドラマといったところ、面白いが、グランギニオールのちょっとしたやつ工業的には、ヒットには至らなかった。収益はアメリカ国内で17万ドル、海外で19万4000ドル。 ポーリン・ケールはその著書、スキャンダルの祝祭の中で、オーソン・ウェルズは、市民慶炎で本作のビジュアルスタイルを模倣したと、述べている。具体的には、ゴーゴル博士と慶ンは共に、マル坊主、ゴーゴルの家と慶ンのザナドゥノル維ペットのウムがその理由。さらにトーランドは、フロイントのテクニックをエルズに伝授したとも書いている。1972年、ケールのこの説に、 ピーター・ボグダノビッチはエスクアイア氏で反論した。二人は作品の評価でも意見が割れ、物寂しい性的なホラー映画と評価するケールに対してボグダノビッチはこれまで見てきたワースト映画の一本と酷評した。より新しいところではロッテントマトの一般ユーザーのスコアで82を獲得するなど評価が高まっている。ありがとうございます。